思う奈良コミのタカとポンちゃんです。タカさん、タカさん。はいよ。三和シティって知ってる？知らん。西大寺の奈良藩の向かいにある建物なんやけど、何やらそこの地下1階におしゃれなバルがあるねんて。バル、めっちゃええやん。奈良コミではね、バルってあんまり紹介した覚えないから。そうやろ、何があるんかめっちゃ気にならへん？気になる。どういったグルメが食べれるのか、そしてどういった雰囲気の店なのかっていうのをね、調査したいと思います。というところで行きましょう。レッツゴー。はい、というところで今はね、大和西大寺の駅前に来ております。北側ですね。で、今回行くお店なんですけど、こちらのこの三和シティの中にあるお店からご招待いただいたというところで。ね、初めて来たわ。そうやね。じゃあ今回こちらアスロクさん来させてもらってるんですけども、店長さんの石谷さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。まずこちらのお店のこだわりなんかお伺いできたらなと思います。はい、こだわりなんですけれども、まあ、とりあえずはチーズとローストビーフの専門店ですので、チーズフォンデュも美味しければ、こぼれローストビーフ、長時間仕込み。ほう。そうですね、結構な長い時間も1日置いてることもありますし、もう塩漬け込んで胡椒漬け込んで、で僕もローストビーフそこまで得意じゃないですけど、ほう、まあ、そんな僕でもやっぱ美味しいなって思えるようなローストビーフ。あとはもうここに来ていただけるアスロクで楽しんでいただけるお客様、カジュアルな雰囲気なんですけれども、やっぱそこの中でもあの高い食事性っていうのを出していけたらなというふうに思っています。やっぱカジュアルリッチにちょっとさらっと来たのに、なんかお結構贅沢な料理出てくるやんとか、綺麗な器があって、なんか派手な料理があって、ワオワオが感じれてると、パーティー感というのをずっと出していけたらなというふうに思ってます。確かに結構個性も感じられるお店だなと思って、今のワオっていうのもここのお店のすごく楽しみ方のっていうところにも書いてありましたし、結構ねその雰囲気もすごいおしゃれで、なんかデートとかでも使えるし、いろんな使い方できるよなって思ったんですよね。で、先ほどお料理で、まあ、ローストビーフとかおすすめとおっしゃってましたけど、ワインとかもめちゃくちゃいろいろ並んでるんで。そうですね、多いですね、ワインは。これもやっぱこだわりの一つなんですよね。このワインっていうのも実はあのお店にあるワインばっかりじゃなくて、もう僕が勝手に買ってきて飲んで、でもうこのボトル捨てるのもったいないから、あの上にどんどん飾っていってて。ワインがあんまり知らないよって方もいると思うんですけど、そういった方も店長さんに聞いてもらったら、じゃあお口に合うようなワイン、なんとなくはそんな偉そうには言わへんけど、ワインデビューとかもいいかもしれへんな。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。緊張する。いやでもほんまに全然緊張するようには見えないし全然見え2人掛けのテーブル席もあるし、4人掛けのテーブル席もあるし、6、8人掛けとか大人数でも行けるっていうところもすごく魅力のお店やなと思う。奥も広いしね、奥の席はな、あの呼ぶとき押しボタンやね。あ、そうなんや。声が届かんからやろな。あ、そうやな、そういう気遣いもあるのもあれだったら、メニューの方もねご紹介させてもらえたらと思います。今やったら期間限定で1月31日まで2024年のねラム&ロゼワインフェアっていうのやられてて、ラムチョップのローストが本来890円から590円で食べられると。お得。これが12月、1月、2月の限定メニューですね。この前菜3種盛り合わせとかアヒージョとかいろいろあんねんな。牡蠣系もあるしな、この冬メニューって感じやな。これすごっ。これすごい、ローストビーフ食べ放題やって。めっちゃいいやん。1380円。ソースも選べんねんて。あ、そうなん。めっちゃいいやん。わさび塩とかもあるやん。こっちの方が気になる。生ハムも食べ放題。ほんまや、1080円。え、200円しか変わらんやん。いや、絶対こっちがいいやん。なあ、こっちしちゃうな。まず1ページ目にね、こうやってドリンクあるんですけど、まずこちら飲み放題が選べますと。で、これね、ステップ1、ステップ2っていうのがあって、まずこのステップ1でこの時間を決める感じはね、こう2時間で無制限っていうこの3パターンがある。で、60分延長は400円なんで、これやるぐらいやったらもう最初からこれにしといた方がいいレベルやな。うまやな。で、ステップ2として次はどういった飲み放題のプランにしますかっていうところなんですよ。飲めるものを選ぶ。で、これはね全部で120種類ありまして、この全飲み放題付きも全メニューやね、120種類のこれが1350円であります。だからこの1350円とこの時間プラスっていう感じですね。そうやね。で、この他にもビールハイボールとかワイン&アワーワインとかカクテル&サワー&果実酒とかノンアルコールドリンクとか、このパターンがありますね。ビールは、まあ、生ビールあるんですけど、
ビールだけでこの種類の豊富さな。このビアカクテルとして麦みかんとかレッドアイとか麦ぶどうとかがあるんだ。ハイボールもな、塩レモンハイボールとかちょっと斬新なのかな。でカクテルはあれやな、おしゃれやな。全部おしゃれ。もうヒート、ピーチ、ジン、おしゃれカシス、スクリーンドライバー。お酒苦手な人でも飲めるやつ多いな。うまい。この辺はカクテルも揃ってる。でサワー系めっちゃある種類、こんだけドンとあります。フレッシュ系やね。ノンアルこんだけあるんや。まあ、みちょあれやね。ほんまや、めっちゃええやん。種類豊富や な。スペシャリティっていうのがこれはだから多分メイン系のメイン。ここからお料理、サラダ、創作サラダ系やな、イタリアンのな。うまやな、おしゃれ。おしゃれやな。でチーズっていうのもこうやってあんねや、メール。チーズだけでこんだけ、ほんまにイタリアンのお店って感じやな。うまやな。で海鮮系、パエリアとかやな。アヒージョもある。アヒージョいいな。なんかワインに合いそうなメニューが多いな。そうそうそう、よう大阪市の時行ったな、こういう店たまにね。修正入りました、たまにそれ毎日行ってるとか思われたあれやそれはそんな思われる誰もトリュフポテトフライとか気になるね。ソーセージ5種盛り合わせとかあるね。でパスタ系みんなピザとかパスタもあるね。パフェ、パフェとかもあると。ケーキもあるね。ね、ラムチョップです。これマジうまいっす。マジそうやな。これがチーズオン、これだけ2人前からなんですよ。なるほど。居酒屋のもつ鍋みたいな感じ。なるほどなるほど。そう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 。はい、というところでね、お料理がね全て出揃ったところなんですけど、めちゃくちゃ豪勢やな。いやすごいわ。なあ、なんかパーティー、ほんまにクリスマスパーティーみたいな感じやな。ポンちゃんしか飲めへんから今日。はい、とりあえず乾杯しよう。そうやな、スパークリングワインって書いてるからこっちからかな。じゃあこっちからやな。あの僕飲まへんから、これあのシュウさんにちゃんと言っとかな。あ、そう、それ僕あのウーロン茶いただいてるんで、僕こっち飲むんで。これ一応乾杯、両方オンちゃんで乾杯から。ワインのやつ、はい、じゃあまずはこの牡蠣のハーブオイルマリネいただきます。ハーブオイルマリネ、テンさんおすすめの。もうあの牡蠣一個一個でかいな、これ、ね、うまい。これ牡蠣のまず身が結構プリッとしてるし、やっぱミルキーやんな。マリネといえど結構しっかりと牡蠣の味感じられるわ。美味しい、めちゃくちゃ。ハーブって言うけど、ハーブのなんか癖みたいなのも全然ないからさ、すごい食べやすいよな、うん、じゃあ次ちょっとまあ、ローストビーフいきましょうか。そうやな。まず結構量あるな。かなり多いよな。なあ、もりもり。皿の外まで出てるもんな。そうなんや、はみ出てる。いきます。うん、うまこれ。なあ、めっちゃ柔らかい。めちゃくちゃ柔らかいな。あの2枚いっぺんに食べたんよ、うん、結構さ、ローストビーフってほんまにさ歯応えあるやつあるやん、なんかニュルッとした感じ、はいはいはい、これそんなんないわ。ない、めっちゃしっとりしてて。そうね、なんか味付けもすごい、なんか胡椒の感じとかあるけど、うん、やっぱお肉の味がしっかり感じられる。そう、お肉の甘みみたいなやっぱしっかり感じられるし、めっちゃうまい。なんか独特な、でもなんか味付けあるような味わい、うん、これワイン進むわ。これワインやな。いい感じでしょ。いい感じです。あのめちゃめちゃ美味しい。まず僕牡蠣大好きなんで。あ、よかった、ありがとうございます。テンションめっちゃ上がりました。牡蠣自体の味もやっぱしっかり感じられるじゃないですか、これがやっぱなんかこう牡蠣好きとしてはすごい嬉しくて。ありがとうございます。なんか味付けでもうそっちの味がメインになっちゃうとかも結構あると思うんで、それはこれマジで。あまり濃い味もなく、うん、うん、ありがとうございます。ローストビーフもうまいし、めっちゃ美味しい。柔らかいですね、まず。結構丹精込めて仕込んでるんで。そうですよね。そうでしょうね、これは。めちゃめちゃ時間かかりますね。次はさ、ちょっとラム行こうぜ。ラム行こうか。ラムチョップっていうことで。ラムチョップ。骨付きよね。ね。マジで贅沢。香りがすごいわ。香ばしい。ラム独特な、ほのかに香るし。これうまそうやな。いただきます。うん。うん。柔らか。うん、まこれ。うん。まずめちゃくちゃ柔らかいな。ね。噛み切れへんのかなとか思ったけど、そう、もう切れから結構時間経ってて、もう掴めるぐらい冷たくなってんねんけど、うん、それでもめちゃくちゃ柔らかいし、ね、でラムのね独特なあの風味っていうのが全然強くないのよ。臭みとかもないもんね。全然ない。もうほんとにこれすごいのがさ、濃いラムとかのやつってさ、うん、なんかどっちかというとソースとかをさ濃くして、はいはいはい、まあ、ジンギスカンとかもさ、うん、結構その
タレの味。タレの味でいくやん、うん、これどっちかというともう塩コショウ的な感じやん、うん、シンプル。それでこんだけうまいっていうのがでまずこの分厚いな、肉厚ジューシーなんで、めっちゃうまいこれ、うん、じゃあチーズフォンデューいただくんですけど、うん、やばないこれ、やばい、見て、やばいやばいやばい、うわすごいなこれ、画面に収まりきって長い。うん、うん、チーズめっちゃ濃厚やな、めっちゃ濃い味が、うまっ。あでもローストビーフもやっぱ味しっかりしてるから、うん、後からガツンときたわ、チーズに合うな、めっちゃチーズめっちゃうまいなこれ、あれやな、ちょ野菜とかもあんの嬉しいよなこれな、これ途中ねトマトソースで味変もできるんよ、ね、まあ、まだちょっとこの味楽しみたいから、そうやな、どれいく次、僕はじゃあ野菜いきたいから、はい、ヤングコーンいこう、ヤングコーン好きやな、ヤングコーン、うん、うん、ヤングコーン特有の食感がまた生きるねこれ、なんか野菜もさ、うん、焼いてる蒸してる、そうちょっとか分からんけどちょっと火通ってるから結構、うん、ちょ重なっとんねん、え重なっとんよし、うん、一緒のやつ取っとんねん、喧嘩勃発や、じゃあこれトマトソースを入れることによって途中から味変までできちゃうっていうね、いいね、この手作り感のあるソースな、ウィナー行くで、はい、ちょっとちっかいつけよ、めっちゃうまいよトマト、うん、なんかストレートにトマトが入りましたって味じゃないよな、うん、トマトリゾットみたいな、あ、そう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 、なんかちょっとこう調和してるちゃんと、そう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 浮いてないよな、だからケチャップとは全然違うね、こういうのってさ味変したらさ変わるけど、もともとのが美味しかったっていうの多いやんか、うん、これ僕トマトソース入れたのが結構好きかもしれん、超えてきた感じあるよな、うん、超えてきた感じある、そう、うん、うまいわこれ、いやこれ絶対ほんまにデートいいで、デートいいな、ここをここに連れてこれる彼氏最高やな、なあ、でもここめっちゃいいのがそのお客さん入ってることを想定したときに、うん、かしこまりすぎてないと思う、そう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 、今はな誰もおらんから落ち着いてるけど、ジャズとかも流れてるっておっしゃってたし、うん、マイケル・ジャクソンとかも日によって流れてるらしいから、楽しそうよな、めっちゃめっちゃ楽しそう、わぁすごい、あ、僕パティシエやって、え、そうなんですか、お菓子作りが好きやって、へぇ、楽しさを表現するんやなと思った、やっぱ最後までデザート食べて、うん、ここで楽しみ決め切ってほしいなって思いを込めてケーキとか焼いてて、へぇ、ホテルとかの考え方もしてバスクチーズケーキのキャラメルソース仕立てっていうのをいただきたいと思います、めっちゃ本格的やな、なあ、うん、うん、めっちゃ濃厚やな、なんか甘ったるいっていうのは全然ないよな、そう、甘すぎひん、な、うまいなこれ、でなんかナッツかなんか乗ってる、そやな、ちょっとサクッとした食感が、食感がな、ちょっと味あるしな、楽しい、うん、うん、本格的やな、うん、ケーキ屋さんって感じだから690円するから結構いい値段するなと思うけど、うん、頼んで食べたら分かるわこれ、うん、これチーズケーキのお店行けるレベルっすよこれ目当てに買いに来たいもんすごいわこれ、いけるでしょ、いけますねこれえ、テイクアウトとかやってるんですか、テイクアウトやってないんですよ、ないんですねわー、食べてみてこれ買いに行きたいもん な, なちょっとビビったな、ホールで食べたような、なあごちそうさまです、めちゃくちゃうまかった、これはね通いたくなるし友達にも紹介したくなるお店でした。はい、てなわけでチーズとローストビーフ専門店アスロックさんの方でディナーいただいたんですけども、うまかったっすね、絶品というところでね、こちらの店はね、近鉄大和西大寺駅から降りてもうね、すぐの三和シティの地下1階のところにお店があって、めちゃくちゃ立地いいよな。めっちゃいいし、お店の雰囲気もめっちゃ良かったし、うん、そうやね。もう何よりもお料理が最高。間違いない。でね、なんとこちらの店すごく人気のお店というところで、12月とかね、まあ、1月とか結構予約で埋まってるみたいな話も聞いたんで、行かれる際はぜひ予約をしてね、行ってもらえたらなと思います。
テンさんもユニークな方でね、話してるだけでもすごく楽しい人やし、なんか元気になったね。そうやんな。ぜひこの動画を参考に皆さんも来てもらえたらと思います。他にも奈良コミではグルメ紹介の動画であったりとか、ドライブ動画なんかもねアップしていけたらなと思ってますんで、ぜひチャンネル登録高評価の方もよろしくお願いいたします。あと他にもいろいろ SNS やってますんで、フォローの方どしどしお待ちしております。アスロクさん、営業時間外にもかかわらず撮影の方ご協力いただきありがとうございました。また行きたいなと思いました。というところで次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。